シュトルーベオットー・リュドビゴビッチ・シュトルーベは、ロシア生まれのアメリカで活躍した、天文学者である。フリードリッヒ・フホン・シュトルーベから4代にわたり6人の、有名な天文学者を出した、シュトルーベ家の最後の天文学者である。ヤーキス天文台長、国際天文学連合の会長などを務めた。ハリコフに生まれた。大学在学中に第一次世界大戦が始まり、徴兵された。 さらに、ロシア革命では、白軍として戦い負傷した。内戦に白軍が敗れると、父親のルドビッヒ・シュトルーベと亡命したが、父親は1920年に、セバストポリで死去した。1年半のトルコでの亡命生活中に、兄弟も失った。援助を依頼した、ドイツのオジ・ヘルマン・シュトルーベも1920年に死去。 したが、シカゴ大学所属のヤーキス天文台の所長、エドウィン・フロストから仕事を得ることができ、アメリカ合衆国にわたり、天文学のキャリアを積むことになった。1923年に学位を取り、1927年にアメリカ市民権を得た。特に厚生天文学の分野で、多くの業績を上げ、同時に一般向けの書籍も数多く執筆した。1937年には、 よしゃプシロン製のモデルを、ジェラルド・カイパー、ベンクト・ストレーム・グレンと共に発表して、反響を巻き起こし、現在に至る研究の宣伝をつけた。1932年から15年間、ヤーキス天文台の大長を務めた。また、1952年から1955年にかけて、国際天文学連合の第10代会長に就任。 1959年7月1日にはアメリカ国立電波天文台の初代台長に就任するなど天文学に関わる組織の養殖を務めた。1925年に結婚したが子供がいなかったため天文学の首都ルーベの家系は絶えることになった。カリフォルニア州バークレーで死去。照明名。ありがとうございます。